ようやく見つけたぞ。逃げおせるとでも思っていたか。ほら、言わんことではない。この少女の最悪はまだ終わったわけではない。そこの貴様、妙な出来心で首を突っ込んできたという話だが、おとなしくその娘を引き渡すなら、一度限りの過ちには目をつぶってやろう。君子危うきに近寄らずとも言うぞ。全くもって資源だが、いかな君子とて時には極めつけの不運に見舞われることもある。何？貴様、小娘、いつの間に。おい、なんだってんだいきなり。今度こそ逃がせる。天行剣の綱を差し出せ。さもなくば命はない。何の話をしてやがる。気は確かか。てめえ、さては何か仕掛けやがったな。あてさて、何のことやら。まあいかに君子といえど、降りかかる火の粉は払わんとな。カチキショ。いい加減に目を覚ましやがれ。あれ、あのれ。なあ、ここで収める手はねえか。俺たち何も死んだり殺したりするほどの間柄ってわけじゃねえだろ。いいな、断じていいな。この傷の屈辱は貴様の血をもってすすぐしかない。そうかい、命よりもそっちが肝心か。分かったよ、あんたは何も恥じなくていい。俺も本気ですからよ。ここつけつぜ。石鹸蒸し器、発泡騎士。死ねる、このままでは死ねる。この身を剣に捧げて生きながら、斬られた相手の名前すら知らずに果てるなど。俺の名は勝負君。気が済んだなら迷わず往生しな。勝負君、勝負君。聞いたぞ、我ら劇中にあだなした恩敵の魔王。に安息の場所はない。剣騎士の労働が地の果てまで貴様を追い詰める。おいおい、何だってんだ。お前がさらなる難儀を背負い込んだということさ。